なんかいいなって思った部分ってあるんですか？ほっぺたです。あとはやっぱり太ももかな。太ももってどこですか？ちょっと待って、それレベル高いな。お仕事何されてるんですか？ニートです。はい、皆さんこんにちは。今日はとあるキャンプ場に遊びに来てます。なんかねすごいんですよ。キャンプ場にヤギがいるんですよね。ヘルマさん、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 分かってるかな。結構ね、お、ヘルマさん来た。ヘルマさん、ヘルマさん、あーそうか、繋がれてるのか。ヘルマさん、そうですか、来れないのね、ヘルマさんね。ちょっと触っていい？ヘルマさん、いい？よし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 、おいでおいで、にゃにゃ、ヘルマさん、ヘルマさん、え、ちょっと嫌なの？いや、嫌だ嫌だって。え、ということでね、なんかね、面白いんですよね、このキャンプ場ね。シャワー使えるっていうね、これでかいですよね、シャワーね。ヘルマさんがここにいて、シャワーがここなんですけど、シャワーは500円、安いですよね。で、こんな感じでブーンと行きますと。で、ここに受付があるんですけど、受付はねすげー綺麗で、ほらビールとか氷とか売ってます。で、これラウンジがこっちにあるんですけど、ラウンジは利用料500円で、で結構なんかゆっくりできるっていうかね、ちょっと見えないですね。あとで写真を送ります。別にあのラウンジを楽しみに来たわけじゃなくて、あのキャンプしに来ただけなので。でキャンプサイトがね4つしかないんですけど、お、なんかラングラー発見、ラングラーがいらっしゃいますね。ちょっと突撃してみましょうか。なんか、あ、女性だね。女性でラングラー、これはちょっとインタビューしましょう。あ、こんにちは。ちょっとかっこいい車ですね。ありがとうございます。お話聞いてもいいですか？はい。あ、ちょっとじゃあ失礼します。はい、よし、じゃあちょっとお話を。はい。すごいっすね、なんか。これお姉さんの車ですか？そうですね。うわー、すごい。これラングラーですよね。はい。ラングラーめちゃくちゃかっこいいですね。いや、あ、すいません、お名前伺ってもいいですか？あ、メイです。メイさん、メイさん、なんかそう、あの自分のすごいイメージなんですけど、あのこのラングラー乗ってる方って、あのアウトドアっぽい感じのイメージの人が乗るってイメージなんですけど、あんまりなんかがっつりジープ乗ってるみたいなイメージないですね。なんかあれですか、これメイさん、どうしてこの車買ったんですか？アンテナ可愛くないですか？アンテナですか？はい、確かに。そう、アンテナちょっと待って、これラングラーってアンテナぴょこって立ってる感じの、はい、このアンテナが好きで買ったんですか？アンテナが好きです。なかなか渋いところ来ましたね。で、普段はアウトドアみたいなのするんですか？あ、やんないです。かぶり気味でやんないですね。やんないんだ。まあなんか確かになんかね、今までラングラー乗ってる人の、まあ、ラングラー見ると、まあ、結構いろいろいじってる人が多いんですけど、あのメイさんのラングラー、ドノーマルっていうか何もいじってない状態ですね。いつ買ったんですか？これは去年の10月ですね。あ、じゃあもう1年、ちょうど1年ぐらいですね。はい。あー、すごい。なかなかいい感じですね。ラングラー、アンテナが可愛かったらちょっと買ってみたと。そうです。で、アウトドアはしませんと。しません。なるほど。このなんかラングラー、これアンテナの他にもなんかいいなって思った部分ってあるんですか？
目の横のほっぺたです。目の横のほっぺた、あ、ここの部分ですね、はい、あー、なるほど。これが可愛いなみたいな。可愛い、可愛い。あ、完全に見た目系ですね。見た目です。見た目系ですね。なるほど、面白い。ちょ、なんかどんどん行きたいですね、はい、アンテナ、ほっぺた、まあ、でもほっぺた、あれ、デイライトっていうんですよ ね、 ね、うん、デイライトの部分と、あとは色ですかね。あ、もうそう、これね、うん、色、これ何色って言うんでしたっけ。これスナッツベリーって言います。スナッツベリーっていう色、この色いいですよね。なかなか乗ってる人いないよね、うん、このスナッツベリーカラー、素晴らしい色ですね。まあ、結構あれですね、どんどん出てくるね、はい、いいじゃないですか。あと何かあります。あとはやっぱり背面タイヤかな。あ、背中のタイヤね、はい、今の車ではスペアタイヤ後ろにってないですもんね、うん、あ、そういうのがいいんだ。後ろにタイヤが、タイヤ背負ってるっていうのが可愛いみたいな。背負っていて、あの開き方っていうのがまたミソですね。あ、確かに確かに、横にね、うん、パーンと開くと、うん、あ、そういうところがいいなと。たまらない、うん、あれはでもアウトドアの利便性を考えた開き方なんですけど、うん、アウトドアやらない人にもやっぱ刺さるんですね。そうですね、なんか、なんでしょう、タイヤ だから全部横に開いちゃうのかと思いきや、あ、上に行くんやっていう分割されてるっていうね、うんうん、あ、その予想外の動きにキュンときたんですね。そうです、やっぱ予想外の動きする人好きなんで。予想外の動きする人好き、はい、車も予想外が好き。予想外の動きしてるんですね。まあ、確かにね、このね、いかついラングラーから、はい、あのメイさん出てきたら、予想外です。光栄です。まずね、まず予想外ですね。なるほど。どんどん出てきましたね、結構ね。はい、あと、なんかいいとこありますね、ラングラーちゃんの。あとはやっぱり、太ももかな。ちょっと待って、太ももってどこですか。太ももはやっぱりタイヤがはみ出てるところのボコってしてる。あ、太ももってそこね、はい、なるほど。だんだんラングラーのパーツが分かってきました。あれ太ももに見えるんだね。太ももが可愛いですね、はいはい、太ももがちょっとぴょこっと出てるところ、はい、出ちゃってる、はいはいはい、なるほどね。まあないですよね、うん、確かにこれ系の車だと、あとはゲレンデとか、うん、あ、なんだ、ランドローバー、うん、ディフェンダーとかね、はい、あの辺ありますけど、そんなに出てないよね。そう、収納されてる。確かに確かに、これがドンと出てるところが出てる、かわいいと。かわいい、うん、今のところはあれですね、完全に見た目、完全に見た目です。なるほどね。あと何かあります。あとは内装で言うと、うん、あの、てん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 、内装でてん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 ってなってるとこ、ちょっと待って、言わないで、言わないで、てん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 。ヒントはサハラです。あ、意外とあれですね、めいちゃんモデル名にも詳しいですね。もう名前かわいい。あ、サハラって名前もかわいい。サハラかわいい。サハラ、うん、サラサラしてる。サラサラしてる、かわいい。サハラが何だか分かります。サハラ分かんないです。分かんない。読み方ね、その 音の感じがサラサラみたいな、ね、はい、私の中では砂に払って書いてサハラさんなんで。あ、でもね、近い。あ、近いですか。サハラ砂漠ですからね。あ、そうなんだ、はい、いや、砂に払って書いて正解なんじゃないですか、もはや。なんかありがとうございます。砂漠ですからね。なんか変わった感性をお持ちですね。もう音の感じからもう砂漠だっていうのは、はい、分かっていらっしゃる。そうですね、素晴らしい、ありがとうございます。で、その点々点のヒントはサハラってことですね。そうです、本革レザー。あ、もうそれあれじゃないですか、はい、分かっちゃったよ。分かっちゃいました。あれですね、あのステッチですね。あ、正解です。おめでとうございます。点々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 、あれが好き。好き。なるほどなるほど。あ、面白いですね。でもあれですよね、サハラ買うって、うん、ごめんなさい、失礼な感じなんですけど、まあまあ、まあまあ、あの、余裕を持って遊んでる方が多いように見受けられますけど、ちなみにお仕事何されてるんですか。あ、ニートです。いや、そんなわけないでしょ、はい、
いやそんなわけないでしょ。これ働いてないんで。これサハラに住んでるんですか、もしかして。住んでたい、住民票はここにしたいですね。したいよね、したいですよね、はい、ニートということでね、ちょっとあんまり深くは聞かないですけれども、はい、なるほど、確かにね、これちょっと奥深い感じのジープ女子ですけど、これ今日ね、そのジープ女子ナンバー2なんですけどね、うん、いきなりなんか2番目ですごい人あの取材させてもらっちゃいましたけども、ありがとうございます。なんか他にジープ乗ってる友達とかそういう感じの人が？友達いないです。あ、友達いない、はい、なるほど、なるほど、まあなんかそんなような気はしましたけど、うん、なるほどね、友達いないニート女子がなぜかサハラに乗っていると。はい、なるほど、面白いですね。なんかあれですかね、あのまあニートはないかもしれない、ちょっとなんとなくアーティストっぽいかなと思ったんですけど、うん、なんか配信発信系はなんかされたりとかしてるんですか？うん、時々配信もしてるし。配信してる、はい。お、なるほど、じゃ あの概要欄にもしあればね、はい、載せておきますけど、多分ねこの動画見てる人ね、何者だこいつって思ってると思うんですよ。あのすごく気になるタイプ の、うん、あの女子なので、ちょっとジープ女子002にしたらちょっとハードルが高すぎたかなっていうところもあるんですけれども、今日はね、メイさん、ちょっとご紹介させていただいております。じゃあもう1年ねラングラー乗ってるってことは、もちろん買う前にかわいいなと思って買ったと思うんですけど、買ったあと1年経ったらさすがに分かんないですよ、さすがにあるかどうか分かんないですけど、ちょっとあここどうかなって思うようなところもあると思うんですけど、なんかもしあれあれば教えてください。声がでかい。ちょっと待って、喋るんでしたっけ？喋るんですけど。声がでかい。うん、ね、分かったよ。うーん、じゃあ予想するとね、うん、エンジン音でしょ。違う。え、違う。他になんか喋ったっけな。喋る？声がでかい。女、声でかい。あ、分かった。私のモデルにはついてないんですけど、ナビとか。あ、正解です。ナビってそんなに大きいんですか？ナビの声めっちゃでかい。ちょっと笑いすぎてカメラがブレちゃったけど。お、大きいんだ。それ多分もしかしたらサハラ乗ってる他の人も分かるって思ってるかな、うん、それぐらいでかいですか？小さくするじゃないですか。小さくする、はい、で一回落としてまた乗った時またでかい。あ、リセットされちゃうんだ。それめんどくさいですね。めんどくさい。それはね、もしかしたらあのサハラの同じオーナーの人分かるって思ってる。 ETC 入ってるの分かっとるわっていう。知ってるよねっていうね。毎回言うなよみたいな。毎回言うの。あ、その声もでかいんだ、ね、でかい。なるほどなるほど。それじゃあ一個声がでかいと。声でかい、うん、みんな言うけど燃費はそんなに私は気にしてなくて。ああ、そうか、燃費はそんなに、まあ、悪くないですよと、うん、それ結構ラングラードにおっしゃってますよね、うん、あのこれエンジン2021年モデルだとしたら 2.1 リットルのターボのやつですね、うん、ちょっと燃費が良くなってるモデル、うんうん、ただあの満タンにするときちょっとへこむんですよね、うん、あのお腹いっぱいにしてあげると、うん、まあ、なかなか衝撃的な金額になりますよね、うん、今ね。あかん。なるほど、声がでかいと。で、燃費はまあ OK だと、うん、あと何かあります？ラングラちゃんの。なんでしょうね、やっぱタッチパネルがちょっと使いづらい気がするな。結構あれですね、あのやっと現実的なところに来ましたね、うん、はい、タッチパネル使いづらい。反応が遅いってことですか？反応遅いし、うん、なんかナビのなんか検索の精度が低い気がする。ナビの検索だけど、うん、よくなんかシリみたいなあるじゃないですか、うん、どこどこ目的ナビみたいな、はいはい、言うこと聞かない、はい、言うこと聞かない、言うこと聞いてくれない。なるほど、ね、一度も意思の疎通取れたことない。意思の疎通取れたことない。取れたことない。まあね、サハラは純正でカーナビがついてますけれども、うん、あの私はあのスポーツなので、うん、ナビついてないですね、うん、だからあの比較的 Google マップさんと、うん、あの旅をしていることが多いですね、うん、その純正のナビのやっぱり性能があまり
良くないっていうのはサハラの人もしかしたら分かるわって思ってるかもしれないですね、うん、なるほどね。あと悪いとこあります？もうそのぐらいかな。あとは全部見た目の可愛さでカバーしてる。まかないきれるレベルですね。まかないきれてる。あ、なるほど。もう一個好きなところありました。はい、好きなところ、はい、音がいいですね。声じゃなくて、お、ちょっと待って、声じゃなくて音、それやっぱりエンジン音ってことですか？音楽です。あ、オーディオ。オーディオ、なるほどなるほど。オーディオいいですね。オーディオいいんだね。オーディオめちゃくちゃいい。確かにあのサハラってウーファーついてますよね、はい、そう。あー、オーディオね。あとあれだ、後部座席のスピーカーにおいては上についてるよね。あ、ついてます。普通あのドアについてるけどね、だから天井についてますよね。そうなんですよ。なるほど。なんか低音だけじゃなくて高い音も聞こえるし、やっぱり私よくあの般若心経テクノを聞くんですけど、意味が分かんない。般若心経テクノ、なるほど、はい、あるんですね、そういうのがね。やっぱあの人の声のなんて解像度がすごいですね。あ、中高音域ですね、人の声というと、はい、解像度がすごい。割とあれですね、音楽系詳しそうですね。あ、ミュージシャンですか？まあ好きですね。うん、ミュージシャン、ミュージシャンですか？もうそこは聞かないでください。あ、そうですね、あ、ニートですということですね、はい、はい、なるほど。いや、面白いことを聞けましたね。このね、美しい色のこのやっぱね、紅葉の季節の秋にはこう最高に合いますね、このスナッツベリー。そうなんです。素晴らしい色を選ばれましたね、はい、今もうこのモデルないんでしたっけ？今これはもう80周年限定だったと思います。限定モデルだったんですね、うん、素敵な色を選ばれて、この紅葉の秋にぴったりな色ですけど、はい、この後ねクリスマスシーズンになってもまたねこの色素敵ですね。クリスマスツリーと一緒にこのスナッツベリーの色も合いそうです。クリスマスは嫌いです。クリスマスじゃあちょっとまたなんかちょっとヤンデル系のコメントも、はい、いいですけど ね、 そうですね、クリスマス嫌いです、はい、なるほど、まあ、あの好きになれるようにちょっとね、まあ、でもね、あ、ラングラー君とね一緒に旅したらね、どんな季節でもどこでも楽しくなるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、これで今日はね、そのラングラー女子の、まあ、レポートでこのラングラーのね、あのこだわりポイントみたいなの聞いたんですけど、特にあのね、カスタムはしてないです。なんかいじってるとこありますか？カスタムは、助手席の前のバーのところに物を入れられるようにしました、うん、あれね、あれね、あれ便利だよね、はいはい、そんなに高くないしね、はい、あそこね、はい、まあ確かにあそこ捕まる人いないからね、うんうん、そんなのジェットコースターみたいなコースも走らないしね、うん、あそこは小物入れるのがいいよと、はい、なるほど。ちょっとね、この脇に今あの映ってますけど、こんな感じになってますね、はい、これはまあジープラングラー買ったらまずやりたいカスタムですね、うん、それ以外は何かいじっていますか？特にありません。特にない、はい、なるほどね。ということで今日はね、車の紹介というよりもむしろね、人の紹介というところになりましたね。メイさんね、はい、不思議な方と出会いましたのでちょっとご紹介させていただきました。じゃあ今日メイさんどうもありがとうございました。いいですね。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。